どうもピン芸人のヒロ奥村です。はい、占い師の大石です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、なんか奥村くんあれね、はい、先週阿藤さん嫌で休んだんだって。いやそんなことないですよ。まあたまたまちょっとスケジュール都合で、いやそれかあのホットパンツしおりさんがどうしても出たいって言ったような記憶も。なるほど。どっちかやったんですね。なんかね奥の方であの奥村君を羽交い締めにしてたって話。先週はねお休みいただきましたけども、はい、今週からまたよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ本日新企画でございます。大石先生の学びの時間。お。さあ、以前うるう年について解説していただくという、回ありましたけども、はい、あちら視聴者さんからの評判がすごく良かったということで、うん、新たに企画が勃発始まりました。悪いこと言いたいな。確かに勃発って言いました。勃発って言って企画内容なんですけど、占いとは関係ないテーマについて博識な大石先生に解説をしていただくという企画になっております。占い関連については毎月マニアック占い話でやってますので、うん、ますね。この学びの時間は占いではないテーマで、はい、やりますのでよろしくお願いします。さあ一発目、はい、本日のテーマなんですけども、うん、4月1日生まれの人はなぜ1学年上になるのかですね。ああそうですよね、はい、はい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 、これなんか4月で区切りじゃないんですよね、うん、3月じゃなくて不思議ですよね。あの半端なあれはね、うん、4月1日生まれは学年が変わってくるわけですから。そう、前年度に組み込まれちゃって、はい、4月2日生まれ以降の方がそのね、うん、当該学年という形になってた、はい、4月2日の人はいいですけど、1日の人はこのね、本当なかなかそのえってこっち俺ってなるかなと思いまして、これなんでなんだろうっていう今回のテーマでございます。わ、はい、かりました。まあ占い君とあんまり関係のない、ね、教養コーナーになっております。これも大事です。もうかねてより私は Q 様に出してくれって言ってますので、ね、この辺で少しうんちくをいっぱいまた披露しようかなというところでございまして、はい、はい、まずね今、まあ、言っていただきましたように、まあ、主にまあ学校のね、まあ、小学生とか中学生とか学校の年度というか、はい、まあ、年度ですね、これが、どっかで切らなきゃいけないんだけれども、4月1日からのはずがなぜか4月1日生まれは全学年に入ってしまうという、はい、これはなぜだという問題があるわけですよね、うん、で、まあ、これはあの4月1日というのが、まあ、エイプリルフールなわけですよ。ですから、これは去年に入れようというふうに、民命処方の本に書いてあります。あ、出た、よかった。民命処方なら聞かなくていい。で、正しくは、はい、この辺はね、まあ特に今学校の問題ですので、うん、まあ学校教育法とかいろんな法律で定めるところになってるわけなんですね、はい、でまず、学校の年度学年というものは、4月1日に始まって3月31日で終わる、これが、ね、学校の年度にまずなってます、はい、だから4月1日から、もちろん新年度、 新年度、はい、新学年になるわけですね、はい、で、まず学年はそうなんだけど、うん、今度は、何歳の時にその学年に入るかみたいな問題があるわけなんですよ、はい、で一応満6歳の誕生日の翌日以降、うん、からまあ入れるよみたいになってるわけなんですね、はい、でそこまで行ってもいやでも4月1日生まれの人であれば、うん、4月1日の翌日4月2日が新年度なんだから、はい、その学年に入れてもいいじゃないかってなるわけですよ。思いますね。でここで問題なのが満6歳の誕生日を迎えるという、要するにね法律上で1歳年を取るというのは、はい、どのタイミングで年を取るかっていう問題なんですよ、うん、もちろん誕生日来たから一つ年を取るに決まってるんだけど、はい、誕生日って言っても24時間あるわけですよ、うん、このどこで1個年が変わるのかっていうのが法律上決まってるんです。日付変わったらじゃなかったんですかね。これが難しいところなんですけど、はい、例えば4月1日生まれの方というのは、はい、まあ、どの日でもそうなんですけど、はい、誕生日の前の日の24時、うん、ここで1個年を取るんです、はい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 、まあ要はあの前の日の24時ってことは誕生日の0時でしょっていうことでイコールなんだけども、はいはい、表現として誕生日の前の日の24時に一つ年を取るという決めがあるわけなんです、はい、
と4月1日生まれの方は3月31日の最後の瞬間に年を取ってるために翌日以降っていうところから外れてしまうという現象が起きてるわけなんですね。だからその0時って定義してれば1日も入るけど前日24時にするから、ああなるほど、という決まりがあって、はい、だから誕生日の前の日の最後の瞬間に一つ年を取るよと法律的にはそういうふうに決まってるわけです、はい、でなぜそんな回りくどいことしてんのと、ほんまにそうですよ、何をそれという話でね、はい、でこれをじゃあ逆に自分の誕生日の午前0時に年を取ると決めたら、はい、なんか弊害があるかって問題なんですよ、うん、そうでしょうな、そうですよね、あるからあえてそういう変なこう定義になってるわけです、うんうんうん、で誕生日の午前0時に年を取って困る人が一人だけいます。誰ですか？2月29日生まれの人。はあ、なるほど。この人4年に1回しか年取れなくなっちゃうんですよ。そうか、なるほど。だから2月29日の人も大丈夫なように28はあるわけだから、28のラストで年を取る、はい、で3月1日生まれの人は別にうるう年でも平年でも前日の最後って決めときゃ何も問題はない。つまりはあのうるう年の2月29日生まれ対策として前日24時という決めがあるということなんですね。すごくすっきりしました今、はい、まあちゃんと考えてくれてるわけですよ、ですね、もうなんかなんで0時じゃないねんって言ってた1分前の自分を本当に申し訳ない。いやその辺はちゃんとやっぱりあの、ね、四方八方から叩かれないようにそうです、ね、あのちゃんと決めてるみたいですので、すごいすごい、そうで、まあその29日の方には朗報だったんだけど、はい、そのとばっちりで4月1日生まれの方は、その学年に入れてもらえないということになってると、こういうことでございます。わかりやすい、非常にわかりやすいですね。まあ、あのこういう日常の疑問でですね、あの、まあ、答えられるものであれば、いろいろやっていきたいと思いますので、はい、新コーナーをですね、ぜひともよろしくお願いします。よろしくお願いします。このウルウド氏についてがあって今日やって、で最終的にそのウルウド氏がまたここ絡んでくるみたいな。そうなんですよ、これがようできた映画みたいな伏線回収伏線回収いたしました。ここあれ、いやいいです、皆さんもよかったらね、なんかこういう回もすごく、ね、ためになりますので、はい、またいろいろやっていきますので、ぜひとも、ご覧ください。提供もありがとうございました。ありがとうございました。それではまた明日もご覧ください。また明日。はい、また明日。